女王と狼男はイギリスの SF テレビドラマドクター・フーシリーズ2代には2006年4月22日に BBC1 で初放送された本エピソードは1879年のスコットランドを舞台とする修道士の一味が地球外生物の狼男を使って大英帝国の乗っ取りを格索しビクトリア女王を狼に変えて 狼の帝国を築こうとする。ドクターとローズがビクトリア女王に対面した際に10代目ドクターがスコットランド英語を話すが、これは実際にドクター役のデイビッド・テナントのネイティブアクセントである。イソベル役のミシェル・ダンカンとレーノルズ・タイ役の JB ・サイブスは脚本の読み通しに出席できず、たまたまドクター風のセットを訪れていたテナントの両親が代わりに読むこととなった。 テナントはシリーズの記者会見で今回はスコットランドを舞台にしているから読み通しを依頼されて嬉しかった。僕の母がレディ・ソベル、父がレイノルズ・タイを演じてすごく幸せだったよ。それに本当は役を演じられないと聞いて二人は本当に怒ったんだよ。落ち着いて母さん父さん箱に戻ってって感じと述べた。トーチウッド館の外観は スウォンジーバレーのクレイグワイ、ナンバーズ・キャッスルで撮影された。修道士の戦闘シーンは、セント・ニコラスのディフリンガーデンで撮影された。撮影中に、ビリー・パイパーの髪に火がついた。ドクトル・フー・コンフィデンシャルでインタビューを受け、ユーロス・スリン監督は、映画、クリーン・デスティニーなどの様々な映画の要素が、オープニングの戦闘シーンを見ると確認できると語った。 本作の狼男は CGI である。BBC のプレスリリースでのビクトリア、女王役ポーリン・コリンズの発言によると、二人のパフォーマンスアーティストが狼男の動きをテストして演技過剰になっている問題を話し合っていたが、これはグリーンスクリーンに反応しているだけであった。DVD ボックスセットには、ナイトの称号を与えられたドクターとローズがタービスに、 逃げる削除シーンが収録されている。ポーリン・コリンズは以前二代目ドクターのシリーズザ・フェイスレス・ワンズでサマン・サブリックズ役を演じていた。これにより彼はウィリアム・トーマスやニシャネ・エアーに続いて新旧ドクター・風に出演した3人目の俳優となった。コリンズは1967年にコンパニオン役のオファーを受けていたが断っていた。 コメンタリーによると、狼男の祝詞を演じた俳優トム・スミスは、デイビッド・テナントと同じドラマスクールに所属していた。サー・ロバートが女王よりも先に、窓の安全を確かめると申し出たとき、女王は、マイ・サー、ワルター・ローリーと彼に言う。これは、サー・ロバート役の俳優デレクリデルが、BBC の前年のドラマザ・バージン・クイーンで、ウォルター・ローリー役を演じたことによる。 元々の脚本では、ビトリア女王が、フランシス・ドレイクに言及していたが、これは誤りであるとリデルが指摘した。なお、上記のセリフは、フール版の字幕では、サー・ウォルター・ローリーのよう、NHK 吹き替え版では、サー・ロバート・何を申すと翻訳されている。ドクターが女王と対面した際に、ジェームズ・マック・リーモンと名乗っているが、これは18世紀の若い。 スコットランド人配管校の名前であり、二代目ドクターのコンパニオンであった。フレイザー・ハインズが演じた。現在はアルフレッド・テニスによる1850年のシーン・メモリアム・ AHH のネーチャー、レッド・イン・トゥース・クローを強く暗示している。この詩は、ビクトリア女王が気に入っていたものであり、1861年にアルバート公が成居した際には、彼女の慰めになった。 エピソードの冒頭で、ローズがこの時代にふさわしくない服装をしていることについて、ドクターは、ワルター・レスリーとロバート・バーンズの指数、A マウスを引用して説明している。1879年にはすでに女王が6回暗殺未遂を経験しているとドクターは語っており、確認されている暗殺未遂は1840年に1回、1842年に3回。 1849年に1回、1850年に1回、起きている。1879年の後には1882年と1887年に暗殺未遂が起きた。7代目ドクターのシリーズゴーストライトでは、女王暗殺による大英帝国の占領を拡作する地球外勢力とドクターが1883年に対立した。ドクターは、 バラモリー村の出身であると主張したが、バラモーリーは2002年から2005年まで放送された人気の実写子ども番組であり、マルトを舞台としている。また、ドクターはエディンバラ大学のベル教授の下で研究したと主張しており、これはシャーロック・ホームズのモデルでもあるジョセフ・ベルのことである。ザ・モーンバセでは2代目ドクターが1888年に、 別のスコットランド人博士ジョゼフ・リスターの下で学んでいたと主張した。コイヌールの小道具ヤドリーは、スコットランドではほとんど知られていないが、狼男への伝統的な対抗策として、実際に用いられた。コメンタリーでは、脚本編集のサイモン・ウィンストンは、ヤドリギが後継連役としても利用され、宿主が変身する際に生じる痙攣を抑えていたと主張した。また、 アルバート公がコイヌールのカットを続けて、その結果に満足しなかったのは、石をカットしすぎたためであるとウィンストンは提案した。ビトリア女王はコイヌールを持つ者に死が訪れると述べたが、コイヌールの呪いは男性にしか効果を発揮しないと考えられており、現にコイヌールはエリザベス2世の母、エリザベス・ボーズ・ライアンの冠に埋め込まれている。エピソードの終盤では、 ビトリア女王が狼男による切り傷を負ったことで子孫が血友病を患うだろうとドクターがコメントしている。女王の息子レオポルドと5人の娘のうち2人アリスとベアトリスは血友病が遺伝し特にレオポルドは30歳で息を引き取った。彼女の子供たちが他のヨーロッパの王室と婚姻したためヨーロッパ中の王室に血友病が拡大することとなった。ローズは ビクトリア女王から何度も、我は愉快ではないと言わせようとし、最終的に成功して、ドクターとの賭けに勝った。この著名なフレーズは一般に、ビクトリア女王に由来するとされるが、歴史的な根拠はない。当夜の視聴者数は最高で13万人に達し、平均視聴者数はタイムシフトを考慮して924万人であった。視聴者評価指数は83を記録した。 ウェブサイトディフェンディングザースが女王と狼男のためにアップデートされ視聴者へミッキー・スミスからライブメッセージが届いたミッキーはトーチウッドのウェブサイトを使って人工衛星を追跡していたがシステムに追い出されたと語り視聴者をトーチウッドハウスのウェブサイトへリダイレクトしパスワードビクトラを使って望遠鏡にアクセスして人工衛星の追跡の手助けするよう依頼した 日本語版は二千六年十二月十九日に NHKBS2 で初放送され、地上波では NHK 教育により二千七年十二月十一日に放送された。二千十一年三月二十六日にはララ TV で放送された。二千六年六月五日に同窓会や男女の少女と共に DVD がリリースされ、二千六年十一月二十日には シリーズ2のボックスセットの一部としてもリリースされた。これには脚本カラッセル T. デイビスと視覚効果スーパーバイザーのデイビッド・ハントン、美術監督スティーブン・ニコラスによるオーディオコメンタリーが収録された。日本語版では地上波での放送に先駆けて2007年5月23日に女王と狼男を含めたシリーズ2の DVD ボックスが発売された。 特典映像としてメイキングである、ドクトル風コンフィデンシャル、恐怖のエレメントが収録されている。SFX 誌のヤンベリマンは、女王と狼男にひどく、好意的であり、ビクトリア女王を演じた、コリンズの演技を称賛した。また、特に、デイビスの脚本とエピソードのトーンも、高評価した。イグンのアフサンハクは10段階評価で7.8をつけ、 狼男に使われた撮影技術と特殊効果を強調した。しかし、彼はこのエピソードを面白く興奮する場面もあると、したが、狼男がドクターたちを追うなどの要素が、ドクター風には似合わないと感じて満足しなかった。2010年に、マットウェールズは女王と狼男を従来目ドクターのエピソードで第7位に位置づけた。しかし、 デジタルスパイシーのデック方眼は本作にさほど肯定的でなく、狼は見栄えが素晴らしいとしながらも、新地球の後では盛り下があると感じた。ありがとうございます。